こんにちは、ついなちゃんやで。ゴキです。あの高藤咲です。よろしくお願いいたします。今回から新シリーズ始めるやで。うちたちが鉄道会社を運営していくやで。私たちが街づくりをするんですね。ついなちゃんたちが作る街が見てみたいです。では始めていくやで。うちが経営する鉄道会社は如月旅客鉄道で決まりやで。会社名が決まったらシナリオを選択します。たくさんあってどれにするか迷っちゃいますよね。各シナリオにクリア条件があって、期限までに全てクリアしなければなりません。鬼っ子ハンターにちなんで鬼ヶ島ニュータウンはいかがでしょうか。鬼ヶ島ニュータウンはうちのテーマに似合ってるけど、他のシナリオにするやで。今回の舞台は湖水に映る街にするで。難易度は標準で、用途地域はありでよろしいでしょうか。これでええやで。そういえば用途地域って建てられるものが制限されているので、ちょっときついですね。例えば住宅地域は商業施設、工業地域は娯楽施設を建設できないなどの決まりがございます。では始めるやで。今日も頑張ってや。うちの秘書班やで。この町はニュータウンとして開発されたという設定なんですね。秘書の字幕が見えないから語気をどかしたやで。ニュータウンの開発の遅れのせいで経営が厳しくなっていましたか。西の隣町を結ぶ路線が廃線になったらめっちゃ困るやで。この町を発展させて住宅比率が 90% になるように人口を4万人にさせなければなりません。あと既存の路線を黒字化して年間鉄道利益80億円を達成しなければなりません。では先に如月地区の現状を説明いたします。現在私たちがいるところは如月です。駅前は商業施設が立ち並び、東西に住宅地が立ち並んでいます。湖沿いに団地があり、如月駅からバスが運行されています。北西に位置する町は阿部です。南北に住宅地として発展し、隣町から近いのでベッドタウンとして知られています。こちらが現在運行している北東線です。西隣町の松島から阿部を経由して如月に結ぶ鉄道路線です。かつてはニュータウンの開発を補っていた北東電鉄が保有していましたが、採算が取れず赤字経営が続き、如月旅客鉄道に買収されました。駅が2つしかないので需要が伸びず乗客が少ないですね。話していたらもう駅に着いちゃうやで。次は終点如月です。降り口は右側です。本日は如月旅客鉄道をご利用いただきありがとうございました。駅に着いたやで。では現在のサテライトをご覧ください。御社が主に営業するエリアは湖が2つある如月地区です。鉄道網が整備されている如月や阿部を主に市街地が存在します。こちらが現在の路線図です。これでは以上となります。次は資材工場まで道路を引くやで。トラック駐車場を設置したら資材工場を設置するやで。駐車場を5台止められるように増やしておくで。各方面に分散するので多く止められる用方がいいでしょう。これは資材工場 C ですね。発展し始めると資材の需要が高まるからな。
市街地に資材を供給できるように道路沿いに駐車場を設置するよね。あと資材の供給範囲があまり広くないから間隔を取って設置するよね。あの、資材が範囲に届いていないですけど。こういう時は貨物範囲をずらすよね。これは便利な機能ですね。次は地下に資材置き場を設置するよね。次は道路を引くやで。道路を引いたらバス停をたくさん設置するで。最後にトロック駐車場を設置してバスとトロックのルートを設定すれば完了やで。次は新たに鉄道路線を敷設するやで。木更津駅を三面四線にして 1.2 番線を北東線、 3.4 番線を中線のホームにするで。これでターミナル駅っぽくなりましたね。駅を大きくしたら線路を北に伸ばすで。高架線路を一本引くだけでこんな値段するんですか。すごいわかる。次は北木更津駅を設置するやで。隣町の八丸まで線路を敷設するやで。物流センターに資源を輸送するために貨物駅を設置するやで。隣町に近いので簡単に持っていけますね。駅前にトラック駐車場と倉庫を設置したら終わりやで。倍速でお送りするやで。木更木駅前に建物が次々と建て始めましたね。駅前の開発が始まりましたからね。どうなさいましたか。木更木駅の駅ビル用地を確保するの忘れとったや。それついやっちゃいますよね。駅前の建設が始まったので一歩遅かったら手遅れになっていましたね。どないしよう。なんとか端っこに設置できるようになりましたね。今回開業した新線を南北線にしたで。車両は旧北東電鉄が使ってた車両を使うで。自社製の車両を開発するまでは全会社の車両を暫定的に運用する感じになります。発車します。やで。最後は木更木の街並みを一望して終わりにするやで。現在の人口は 19,411 人です。
達成まであと半分になりましたね。では今回の動画はいかがだったかな。次回は北東線の新駅設置や阿部から如月間を伏線化していくやで。既存路線の改良は欠かせませんからね。今回のご視聴ありがとうやで。皆さんの応援よろしくお願いいたします。これからもよろしくお願いいたします。